はい、ということで今回も脱出ゲームを、前回は宇宙漂流というですね、宇宙船から脱出したんで、今回はなんかよくわからん豪邸から脱出やっていきます。一緒にやるのは陰キャ転生パイチ50人クラフトの頭脳2人組とやります。狭い、さっきより狭い、狭い、めっちゃ狭い。ここから脱出すんの何これ、電気がなんかつくらしい。はい、お、何これ、骨相学番号書いてない、なんか何これ。ここに鍵があって開けれない引き出しがある。時間わかりますか時間わかりますか。これは放射波テスト。え、鍵あった、鍵あった、ね、脱出か、これで。番号じゃない鍵どっかありません？鍵かかってるとこ、何があった下の引き出し。本が入ってた。本、どう、え、インケさんの、インケさん取ったやん今。どこって今とぼけたでしょ。H.G. ウェルズアイランドオブドクターモレ、なんかわかんなくね、これ何書いてんの、これ何書いてるかわかんなくね。あ、わかった、あ、これわかった、これわかった、これわかった、ここっす、ここマジで、これっす。あ、これだ、ほんとだ。でもなんかこれ合ってそうな気するけどね、陰キャ転生のやつで。でしょ、もうちょっとなんかあった、こっちなんかあった、ここん、なんか、なんか、え、なんか落ちてきたくね、これ。うわー、落ちた。番号、番号入力しないとダメだけど、え、3桁だよ。じゃあ980通りぐらいだから試して全部。本ぐらいしかなくないですか。3の本があったんですけど、他の2とか1は。この本集めません、1回。中一緒じゃない、なんか。必要なやつは多分日本語化されてるから、英語の部分はね。英語は多分必要ないよね。必要ないから日本語化されてないってことでしょう。え、それ何？エチュート心理学。なんか書いてあるこれ。3分の2。3分の2だから2個目の数字ってことじゃない ?9 ってこと ?2 個目の数字は。え、なんで9が出てたのか。え、なんかこれ9って書いてない、なんか9をなんかひっくり返した数字じゃん。これロールシャッハテストでこれ出ますよ、さ、これ。これが9に見える人は精神異常者みたいなの出ません。え、いや9だろこれ明らかに。本もらっていいですか。はいはい。本なんか置いたところでなんかしょうがない。あと一冊ないですか。あれ。で、俺が今頑張ってつぶやいてる。え、あ、なんか、え、あ、あ、わかった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 。はい、わかりました。1、2、3、4、5、6、7、7。3個目の数字、ちょっと7って覚えといて、1個。7。47って数字覚えて。47。47の鍵やってみますか。違う違う、ここが4477、多分。で、どこにあったんですか、3個目。はい、開いた。開いたしよう。またこれか。本当だ、そういうことか。5じゃん。書籍番号。ちょっと書籍番号。書籍番号。295じゃないの、だから。ってことは ?5 が最後、5が最後で。295。295。おぉ。これは開けないの、それ。あ、開いた。ゾウゾウゾウ、頭のゾウ。感謝の評価。患者の頭部を、おそらくの私しない。この患者は音楽と夢を出すと強いリクエスト。じゃあこれもクリアしないとダメなの、じゃあそう考えたら。あ、そういえばそれあった、忘れてた。1が、あ、でも 4桁じゃないよね、これ。4桁だからおかしいな。3桁の数字になっちゃう、これだと。え、でもなんかこれを、え、どっかが12とか11とかじゃないんですか。1がこれ、2がこれか、これが2番目の数、うん、ん、ちょっと待って、中に書いてる時計はこう、この感じだよね、中に書いてる時計の。あっ、あ、いたいたいた、 IQ テストで、あ、それをパイチやってもらうっしょ、これは。これ1個目簡単じゃん。 2? 次は32。一番違うくね。じゃあ3 2 C 3。でも C ってなくね、その南京錠みたいな。2323じゃない。あ、あの答えが32だったから2323。うせえ、これ僕押してきます。じゃあ、はい、音楽と言語に対する強い理解。出てきた、もう脱出じゃない。あ、来たー、やったー、むずっ。
え、あれ超時計が開くぞ。わし鍵が上がって、なんか出てきてるよ。鍵あったよ。ボナバタフライ研究結果はこの人の左右対称の羽が繋がっていることにしました。シルシティ、シティ、ほとんどの本はいらねえんじゃねえかな、これ。ここに2つ鍵がある。蝶々が1つ、蝶々の鷹が1つと、なんか鷹みたいなやつ、鳥の暗号が1つ。蝶々関係だったらこの書類っすよ。蝶々関係わかんなくね、これ。どういうことなの、これ。モナークバタフライってのは、なんか羽が1つらしい。モナークバタフライ、研究結果、この書、左右対称の羽がつながっている。あ、じゃあ左右対称、どんどんしりとりみたいにしていくってことか、これ多分。こうか、多分一番いいのはこうやって下に一回全部はめてってもう整理してやつ。え、でもこれさ、下なんかここの6番のさ、ま、6番使っちゃダメなんじゃないこれ。まだまずたどり着けないでしょ、迷路に。これはたどり着けるか。これもたどり着けないよ。左が赤くなってるやつにしたらたどり着けなくなる。左から2番目を違うの、あのなんか その対応するのがない、うん、対応する。あ、これはあ、いけるいける。9番はめて。いや、いや、だって9番。これで。うん、あ、ほんとだ。いや、でもこれ見た方が、噛み合ってないですよ。あ、ほんとだ。だってケツはこれか。絶対。絶対9が後ろになるって感じ。でも右が白くない。白黒のやつじゃない。これとかでいいんじゃね？こっちにしたら。これで、あ、できた。こうだ。これじゃない？あ、そう、よし。なんか出た？ 38572。あ、それ、5桁のとこだ。38572。開いた。あ、トロフィー。トロフィー持ってくね、じゃあ。え、あ、でもあれだ、タリウムかかってるから流す。ああ、ホットホットって出てる。なんかアルファベット入れるところどっかあったぞ。ああ、そこ箱っすね、この。え、でもなんか足りない、多分5桁。なんてる、びっくりマーク、びっくりマーク存在する、出ない、出なかった。あ、針上げてるから、はい、びっくりマーク存在しない。箱のやつはこの本なんかあったよ、なんかもう一個コレクションオブポエム、なんか鍵ぶっ込むやつがあった。普通に中二の時のやつ、中二ノートある。本マジでしょうもないんだけど、邪魔なだけだよ。たくさんありすぎてわかんなくなるの。あ、ニメトリに一回本入れとった。あったあった、なんか同じ緑色の本でこれ開く、開きました、ポエム。ドリーム、DREM。木の箱だ、これ。うん、木の箱ちょっと開けてみてよ。開いたか？開いた開いた開いた。あ、ナイス。何が入ってる？電気閉めんな。何入ってたん？親愛なる妻に私の愛はいつまでも炎のように。開いてるだけ？もう一つ。これがそんな意味あるものなの？これ。ちょっとわかんない、これ。私の愛はいつまでも炎のように。え、何？こいつ燃やすの？あのさ、なんかなんかぶち込むのやめね。なんかこれ燃やそうとしてる。なんかあるよ。あ、トークンだ、しょうもな。なんか、落としてみたらね。中に何か入ってるみたいな。え、あ、見てみる。何も入ってねえやん。ただの異常者だった、なんか。いきなりチューリップ買い始める。鳥で4桁なんだな。鳥が、鳥の4桁がよくわからん。4一個の像どこにあんだ、マジで。ゴミトークンしかない。うん、ゴミトークン1個見つかっただけ。開いた開いた。え、0391？ いや、当てずっぽで開いた。9391で開いた。なんでか分からん。あ、なんだったの一体。は？見つかったよ。マッチボックス、1940年初。あ、できた。はい。で、温度計入れるよ。うん。温度計とかあったんだ。あ、温度計じゃない？ちょっと温度計なの？あ、いたいた。私の視界は満月の明かりと深夜の熱狂。これじゃない？満月の明かりと深夜の熱狂。あ、これ振り子の位置だ。振り子だ。あー、オッケー。え？振り子の位置なんだ。深夜だから 0時とかにするこれ。はい。もう普通に12時で。あ、開いた。おー、いけた！クリア。なかなか面白いね、ちゃんと。程よい難易度で。うん。
たださ、あれは分かんなかったけど、鳥謎の鳥がなんでなんだよ。